皆様、明けましておめでとうございます。我が国の海民謡、ゆうさんです。今日はですね、私が毎朝、このコースを、いつも歩いておりまして、これはですね、大垣町人の瀬の農道でございます。山の上で、三味線を弾いても誰にも迷惑にかからない、山の上のあたりになっております。私の大好きな沖重三節を弾きますので、よろしくお願いいたします。今日は1月3、2日ですよ。はっ。それでは山形県の花笠音頭。ありがとうございます。お正月から民謡、山の中で楽しいですよ。それではまたまた沖民謡新重三節いきましょう。はい、続きましても沖民謡、浄土ヶ浦小唄です。はい。夢を
おみしけばうらの笑顔に手を伸ばす。気持ちいいです。ありがとうございます。これが私の田舎の、広島県江田島市大垣町人の瀬っていうところですよ。これがね、山のね、上の方のね、私の散歩コースなんです。ここを毎朝歩いてですね、だいたい家からここをですね、ぐるっと通って山の下まで歩いてですね、毎朝だいたい3500歩ぐらいですかね、毎日ですね5000歩を目指して、歩いて体をですね少しずつ鍛えておるとこなんですよ。夜はですね、イノシシの親子がよくこの辺りを歩いてはですね、ミミズを探して、暮らしているみたいで、山はですねイノシシの王国となっております。畑を守るためにね、フェンスに、緑の、網とか、金網とかをね設置してですね、農作物を守っているんですね。はい、イノシシ対策がね今島では大変な急務になっておりまして、皆さんお金がかかって大変だけど、コロナとのサンドイッチでね、頑張ってますけども、早く収束してほしいものです。それでは我が国会民謡1月2日、令和3年、またスタートしますんで、皆様今後ともどうぞよろしゅうにお願い頼み申します。ありがとうございました。失礼いたしますよ。